こんにちは、ボナールチャンネルのマサです。本日は久しぶりに野球の試合を実況したいと思います。本日は練習試合、対するはバーニングハンマー戦、オープン戦2戦目でございます。果たしてどのような試合になるのか、ぜひご覧ください。ステイドリームのオーダーはこのような感じです。僕は5番ピッチャーで先発で出させてもらってます。たまに出てくる岡ちゃんは3番ショート、練習試合なのでね、11番まであります。さあプレイボール、先頭。さあ久しぶりの投球、も1ヶ月2ヶ月ぶりのピッチングなんですけど、どうでしょうか。ワンスリーから、ここ低いかなと思ったんですけど、取ってもらってフルカウント。何度か先頭を抑えたいところ、ここ三振、スライダーが決まりました。ワンアウト。久しぶりのピッチング、なんとか抑えていきたいと思います。続くバッター、初球はストライク、徐々に感覚をね取り戻していきたいところですが、ここでフルカウントとなってしまいます。そしてここでフォアボール、ワンアウトランナー一塁。続いてもまた左です。初球はファール、2ストライク2ボールとなってから、ここボールかなと思ったんですけど、まあ、取っていただいて2アウト。まあ、審判もね、自分たちのチームとか相手チームから出してもらってやってるんで、まあまあまあということ で続いては4番ですね。さあ初回を0点に抑えたいところです。初球ストライクから、続いてこのカーブをしっかりしっかりと捉えられるクリーンヒット、ナイスバッティングでしたね。めちゃめちゃ気持ちよく打たれましたね。ツーアウトながらもピンチとなります。ツーアウトランナー1、2塁。続いては助っ人でしょうか、バッター5番。さあ初球から積極的に振りに来てます。しかしこの2球フラフラっと上がったのをショートの岡ちゃんが追って取る。何度か0点に抑えます。さあ続くこちらの攻撃、先頭伊藤さんからです。ちなみにこのピッチャーはですね、なんか視聴者さんらしくて、ボナールいつも見てますよと声をかけてくれました。ありがとうございます。さあステイドリームの攻撃、何度かね先制点を取っていきたいところです。ワンストライクツーボールとなってから、さあこれ先頭の伊藤さん、フラフラーっと上がったあたり、セカンドがしっかりキャッチ、ワンアウト。相手のピッチャーも先頭しっかり抑えます。さあ続いて正気です。普段ね後藤くんって呼んでるんですけど、そう同い年だからもう正気でいいかなということで、たまにねボナールにも出てくれてます。さあなんとかここ出たいところ、その正気ショートに打った、これがギリギリ足が速かった、セーフ、内野安打となります。チームの中でもねトップクラスに足が速いので、なんとかこれが内野安打となって、ワンアウトランナー1塁。こちらも2番バッターが出ますね。続いて岡ちゃん、さあここで一発打っときたいところ。その初球、さあこれセーフかなと思ったんですが、アウト。盗塁成功とはならず、果敢に走るも失敗となってしまいました。ツーアウト。さあこっから点が欲しい、おかちゃんは一発もあります。フルカウントとなって、ここはフォアボールを選んでツーアウトから塁に出ます。ツーアウトランナー一塁、4番酒井さん。初球は外のまっすぐストライク、それからここで走りました。これは悠々セーフ、2アウトランナー2塁。こちらもね2アウトながら得点圏にランナーを進めます。さあ一発が欲しい、追い込まれた4番。さあ一発出るか、そしてラストボール、ショートに割といい当たりだったんですけど、ちょっと詰まりましたがね、ショートゴロとなってチェンジです。さあ2回の表、僕らの守りですね、先頭バッターバスターの構えです。
初球は変化球でストライク。続いて2球目、これストレート低めに決まって2ストライク追い込みます。そして3球目、ここまっすぐサードがしっかりキャッチしてアウト。ナイスプレイ、ワンアウト。さあ続くバッター、初球はまっすぐのストライク。そして2球目、変化球を打たせてピッピッチャーゴロ、僕のね苦手なピッチャーゴロですが、送球しっかりできました。怖いっすよね、なんかイップスになっちゃいそうでっていうのはありますよね、ピッチャーゴロって。これピッチャーやってる人あるあるだと思うんですけど。そして2ストライク1ボールとなってラストボール、変化球これ当てただけですが見えないですが、しっかりとショートがキャッチ、ここも0点で抑えます。さあ続いては僕からです。先頭なんとか出たいところ。今年のオープン戦1試合目は3打数のノーアンドということで、まだ今シーズンヒットがありません。ワンストライクからなんとかね、なんとか1本出ると気が楽になるので早めに1本打ちたいところです。でこれが外れて1-1。ちなみにこの日はですね、ちょっとバッティングフォームを変えてバットをあんまり前に出さないように構えてみました。でちょっと岡本選手っぽくね、まっすぐそのまま素直にバットを出すように意識していました。さあワンストライクスリーボールから、この当たりがライトに抜ける。今シーズン初ヒットが出ました。若干詰まった気もしたんですけど、まあ、振り抜いていいところに飛んでいってくれましたね。ノーアウトランナー一塁、バッタートミーさん、ステイドリームの、ね、グラブ紹介で結構人気でしたね、トミーさん。さあ初球はまっすぐ外れてボール。トミーさんも今シーズンはねまだヒットが出てないということで、なんとか1本打ちたいでしょう。そしてさあこれ当てた当たりがライトの前に落ちる、連続ヒット。トミーさんも初ヒットが出ました。これもね外の難しい球だったんですけど、いいところに落ちましたね。ノーアウトランナー一塁、チャンスです。そしてバッター未来さん、未来さん逆に打撃好調でもヒット何本もってますね。さあワンストライクからここでもなんとかつないでほしいところ。その2球目、さあこの強い当たりがレフトに抜ける、本塁には帰れなかったものの、ここもまたもやヒットでつなぎます。ランナー満塁。そしてバッター矢賀さん、最近ですね持ち帰り専門のもつ屋さんをオープンしまして、めちゃめちゃ美味しいです。ぜひね行ってみてください。さあ初球これ低めに決まってストライク。さあ強打者の構えですね。ワンストライクからここも1本欲しいところ。さあ強く叩いた当たりがレフトへ抜ける、ステイドリーム先制点です。いい当たりです。思い切って振って三遊間抜けました。なおもノーアウトランナー満塁。さあ続く仁さんですが、フルカウントからここは三振となってワンアウトランナー満塁となります。ここでバッター奥ちゃん、なんとか追加点が欲しいところです。初球はまっすぐストライク。さあ続いて2球目、ここでスクイズをするも挟まれてしまいます。そしてアウト。さあ2アウトランナー2・3塁となりました。2ストライク2ボールから、さあこのボテボテの当たり、ショートに飛んだ当たりがこれショートバウンド、ファースト取れず、そのベンチに入って追加点となりました。ツーアウトランナー2・3塁、3対0です。さあ続いてのバッター、しかし星野さんがフライを上げてしまって、ここは3点止まり。さあただ待望のね先制点を得ました。さあ3回に進みます。3回の表、点を取った後なんとか0点で締めたいところ。その先頭バッター、
初球はまっすぐのストライク、ワンストライクから2球目。さあこれ打ち取ったあたり、セカンドが前に出てランニングスロー、ナイスプレイ、ワンアウト。ナイスセカンドです。続くバッター、相手チーム監督ですね。初球ボールからワンストライクスリーボールとなって、フォアボールを出してしまいます。これはいけないですね。ワンアウトランナー一塁となっています。ということでここで牽制がそれて、ワンアウトランナー二塁、自らピンチを広げてしまいます。これは良くないですね。さあ気を取り直して続いてのバッター、初球からフルスイング、ワンストライク、そしてさあ高めの変化球を打ち上げて、これはレフトフライ、ツーアウトランナー二塁となります。なんとか0点で抑えたいところ。続いてのバッター、これ打ち外れてボール、2球目、これ変化球が決まってワンストライクワンボール。ここでセカンドランナーが走る、ここでキャッチャーの送球がそれてしまって、バッテリーのミスで3対1、1点返されてしまいます。しかし続いての球で打ち取って、なんとか最少失点で抑えます。取られてしまいましたね、1点。さあ気を取り直して3回の裏、ステイドリームの攻撃、先頭に帰って伊藤さんです。初球外れてボール、フルカウントとなってなんとか先頭出たいところ。ここは選んでフォアボール、ノーアウトランナー一塁となります。低め決まってストライク。さあ点を稼ぎたいところ、ツーストライクワンボールとなって、ここは打たされてしまったか、フラフラと上がったあたり、ファーストキャッチでワンアウトランナー一塁。続いてのバッター岡ちゃんです。さあ頼む、一発打ってくれ。初球は外に外れてボール、続く球はこれをフルスイングするも捉えきれず、悔しそうです。いや気持ちいいスイングですよね。そして3球目、これは低めが決まって2ストライク1ボール、なんとか1本打ってほしいところ。さあここで捉えた当たりはセンターの頭を越える、ランナー一気に三塁まで進みます。ツーベースヒット、ナイスバッティング。いやいいですね、これぞ岡ちゃん、低めの球をバコーンとセンターの頭を優に超えるツーベースヒットです。さあワンアウトランナー二三塁となって、バッター4番酒井さん、なんとか追加点が欲しいところ。2ストライク2ボールから、これは打たされてしまったが、キャッチャーフライとなって、2アウトランナー2、3塁、チャンスで僕に打順が回ってきます。なんとか打ちたい、やっぱね1本出てるのでね、気持ち的には多少楽ですね。初球変化球見てワンストライク、さあ甘い球来いと待っていますよ。これを止めきれず、ヘッドスライディングセーフ、気合の入ったヘッドスライディングで追加点です。そして3ボールからフォアボールを選んで2アウトランナー1、2塁となります。さあ未だにチャンスが続いております。バッタートミーさん、初球は外見てワンストライク、さあカウント2-2からヒッチャーゴロー。ということで場面は4回に進みます。4対1。さあ先頭バッター初球を打ち上げてピッチャーフライ、ポンポンいきますね。
そして続くバッター、初球は外れてワンボールから、でこれ打ち上げた当たりがファーストフライ、ツアウト。なんとか3人で抑えたいところです。そしてバッター3番、しかし初球をセンターに運ばれてしまう。これもね、綺麗にセンターに運ばれましたね。ツーアウトランナー1塁です。そしてバッター4番、初球から盗塁成功、ツーアウトながらもピンチですね。ツーアウトランナー2塁、さあツーストライク追い込みます。なんとかここは抑えたい。さあこの詰まった当たりがファーストの頭をギリギリ超える、もうすぐリカバリーしてホームへ送球、タッチアウトということで、ファーストのナイスカバーによってなんとか0点にしのぎました。4回の裏、ステイドリームの攻撃です。草野球は大体7回ですね、なのでもう中盤ですね。先頭バッター南井さん、2ストライクから外の変化球を打たされてアウト。さあ続いてもつ煮込みをオープンした矢賀さん、2ストライク1ボールから変化球見逃しの三振、ツーアウト。そしてバッターひとしさん、ツーアウトからもね、なんとか点が取れればいいんですけど、スリーボールとなってここはフォアボールを選びます。ツーアウトランナー1塁、バッター奥ちゃん、ツースーから。さあこれ打たされた当たりがまたしてもサードの元へ、バッターアウトとなって5回へ回が進みます。足がここからの後が浮きます、足が浮いちゃいました。ここで浮きます、ほら浮いた足の下にグローブが入ってますっていうことだな。